皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。今日もね、何かと予定が、いろいろ詰まってたけど、まあ、楽しく過ごしたので良かったかなと思います。ちょっとね、予定が、今日は2件増えた。増えることはあっても減ることはあんまないんだよな。まあ、それはそれでいいんだけど。1月もちょっとね、忙しいまで行かないんだけど、まあ予定が増えそうだなというか。まあ、それでもね、なんか大変とか、感じではないかな。今までみたいなね、多忙とかにならなければいいやっていう。今のところ多忙の目っていうかさ、多忙になりそうだなっていう、ね、予兆みたいなのが見えたら、積んでおくようにしとくからさ。じゃないとね、多忙になってからが大変なんだよ。多忙になる前はまだ全然余裕な方。めんどくさいなーですもんだよ。多忙になると、もう多忙に入った瞬間から、あちゃーって感じだから。入らないようにしなくちゃっていう。その流れだけはね、ちょっと止めようっていう。まあ、そんな話をしてもね、あれなんだけど。またね、ちょっと時間がある時に話そうと思います。それでは今日もありがとう。また明日もよろしく。